今回は2021年本試験に合格された大山さんにですね、直前講座、予想講座の受かる確率式と受かる記述式、これをどう活用したのかということをお話をいただきます。具体的にですね、過去問との関連性だったり、そして何回繰り返したかというところを具体的にお話をいただいていますので、ぜひ参考になさってください。はい、受かる択一式の僕の活用法は、直前期にも入門テキスト過去問から離れないように勉強していましたが、受かる択一式の択一問題を、予想も含まれているということで、直前期に愛用していました。過去問だけではどうしても空きが来るので、4月頃から1週間に1回受かる択一式を解くようにしていました。まんべんなく全科目勉強できますし、過去問には載っていない問題もありましたので、ちょっとだけ新しいものに触れたいなという時におすすめと思います。ウェブでの受講だったので、講義時代はリフレッシュしたい時に、気軽に聞き流していました。ステップアップ編でもそうですが、高橋講師の講義は聞き心地がいいというか、リフレッシュしたい時に聞き流す程度で受講するのも一つの手だと思います。このように僕はリフレッシュしたい時や、ちょっとの休憩時間に音声で流して聞いたり、あ、そうなんだ、そういえばそうだったなという感じで受講していました。テキストや過去問など直前期はがっつりやると思うので、時には緩めるのも質のいい勉強を続ける方法だと思います。ただ受かる択一式の総仕上げ編の問題は本試験の予行演習にもなるので、6月頃に解くのがいいかもしれません。僕は6月の間にその35問午前午後の問題を3回繰り返しました。1月から始まる択一の演習、3月のプレ模試、5、6月で2回に及ぶ伊藤塾の模試、そして受かる択一式の総仕上げ編の伊藤塾の総力を尽くした択一問題をすべて解けば、その年の試験の択一問題で解けないものはないだろうという単純な発想で、その択一の問題を解いていました。それもあってか、本試験択一で基準点プラス9問分取れたので、効果はしっかり出ていたと思います。僕は伊藤塾の予行演習しか受講していませんが、2年目以降の方にはおすすめだと思います。受かる記述式の方も受けていましたが、正直めちゃくちゃ難しくて、1問に1時間半かかったりしますが、みんな言っている通り、落差効果がやっぱりあると思うので、その後に過去問だったりを解いたら、いつも1時間かかったのが45分で解けたりしたり、不動産3問、商業登記3問でもうほとんどの論点が網羅されているので、こちらもやることに越したことはないと思うので、受けるのをお勧めいたします。はい、いかがでしたでしょうか。大山さんは択一式では基準点プラス9問分、そして記述式においても47点の高得点を叩き出して合格をされた方ということになります。その点数からも伊藤塾の予想講座、この学習の有用性が証明できるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご検討ください。